たのかな。そうだと思う。兄ちゃん、多分それはあんたの動きがすごく早かったか、ここに来た時間が早かったからじゃないか。そうだろう。兄ちゃんいいね、その呼び方。とても親しみがある。そんな風に呼ばれると自分の妹のことを思い出すよ。さっき聞いた情報からして、式大将はきっとこの秘境の番人だろう。